はい、ありがとうございます。口引いてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に？言われてふざけてやる。それでは開場いたします。前の方からゆっくりとお進みください。今ですかやった。ごめんなさい。ゆっくりなんか入ってますね。全体クラブと一緒でみんながまとまらないといけない、うん、大変な時、うん、一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。そのまとまった時に、まあ、チーム全員で、まあ、なんとか来てくださるサポーターの皆さんに、まあ、勝利届けれるようにとにかく持っているものを全力で出し切って、勝ちたいと思います。はい、今日はね、横浜カップ第4節ということで、ちょっと第3節は名古屋グランパスサポーターの皆さん、ようこそ日発劇場へ。スタジアムに集うすべての人がフェアプレーを大切にしたい。せーの、 J リーグはいつもフェアプレーとともに。はい、うん、もうおっしゃる通りで、うん、それ以外にないというか、そうですね、はい、まず勝たないと始まらない、うん、はい、悪くても勝った方がいいんじゃないかという説もありますけど、やはりでも勝利が欲しいですからね。そうですね、まず本当に。さあ、横浜市ファンサポーターの皆さん、今日こそですよ、今日こそ行きましょう。共に戦ってください。絶対に勝ちましょう。熱いサポートをよろしくお願いします。お願いします。
入荷していないまたは、しようと検討している方は、